2014年世界ジュニアフィギュアスケート選手権は2014年にブルガリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会国際スケート連盟による若年層の選手権大会である2013から2014年シーズン開催の世界ジュニアフィギュアスケート選手権2014年3月10日から16日にかけてジュニアクラスの男女シングルペア アイスダンス種目がソフィアのウィンタースポーツホールで開催された。男子シングルではナムグエンがカナダ男子としては3年ぶり4人目の優勝。女子シングルではエレーナラジオノワが女子シングルでは初めて世界ジュニア選手権で連覇を果たしロシアの女子は2年連続で表彰台を独占した。ペアではウコサメ、金曜組が中国のペアとしては2年ぶり3組目の優勝。 アイスダンスでは4年間続いていたロシアの優勝を阻みアメリカのケイトリンホワイエクジャンリュック・ベイカー組が優勝した国際スケート連盟に加盟する各国のフィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ前回大会の結果により種目ごとに1名から3名までと決められた出場選手は各国のフィギュアスケート統括団体が選出する 複数の出場枠が与えられた国は以下の通り、出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方でクリアしていなければ出場ができない。前シーズンまではシニアクラスの大会に出場してクリアした点数でも良かったが、本大会では、 ジュニアクラスの大会でクリアした点数しか最低技術点としては採用されない。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス。ありがとうございます。